ワンフォーザ勇気、トゥーフォーザ度胸、スリーフォーザ覚悟、俺らバクト。ちょっと先に確認取るぞ、聞け。おい、いいから聞け、山田。言ったか言ってねえかぐらい答えれるだろう、この野郎。やりたいようにやれって言ったな。やりたいようにやっていいんだ、なんじゃ。あのポスターの件でちょっとお伺いしたんですけども、お名前は、クレイセイズ、クレイセイズ、五十嵐さんですよね。いや、五十嵐さん、本当ですか。で、あのちょっとですね、そのポスターの件でお伺いしたいなと思ったんですけども、はい、あのポスターの件で、あのこちらの方の連絡先があったんで連絡させていただいて、ちょっとお伺いしたいなと思ったんですけども。あ、そうなんですか。あれ、じゃあどちらさんですか。どちらの方ですか。今一緒にはいらっしゃらないって感じですか。今いないです。あれ、いないです。何時ぐらいに戻られますかね。何時ぐらいに戻られますかね。わかんないですね。いつも何時ぐらいにいらっしゃるんですか。え、何時ぐらいですか。昼前後。あ、昼前後。はい、おい、山田さんよ。私、山田じゃない。ええ、山田だろ、分かってんだよ。俺だよ、お前。菊井だよ。山田じゃない。大丈夫か。早く出てこいよ。そこの窓開けりゃいいだけだろう。いや、山田じゃない。山、じゃあ五十嵐勉か。いや、違う。そうか、ここに五十嵐ほかって書いてあるぞ。お前何でもやればいいって言ったろ。だから来てやったんだよ、わざわざなあ。大丈夫か。そんな適当なことやってて住みづらくならねえか。対応するって言ったろ、お前なあ。違うか。かけるよ。山田さんかい。そうですが、山田ですけども。ああ、響いてるね。早く出てきてくれる。ちょっとどちら様でいらっしゃいますか。いやいや、わかるだろ、もう。お名前聞いてください。いやいや、菊井だよ、菊井。はい、会員ナンバーお願いできますか。会員ナンバーじゃないよ、もうそういうのいらねえから。今来てんだから。あのね、お名前だけだと対応できません。来てんだよ、わざわざここに。大丈夫か。いや、お宅のとこに来てんだよ。お会いすることはできません。いや、お会いすることはできませんじゃないよ。電話で対応しますので。お会いすることはできません。電話で対応します。おかしいな。はい、住みづらくならないか。大丈夫か。はい、心配ないか。お金返せないの。どうするの。戻せるの。戻せないの。今の段階では戻すことはちょっと考えられないです。いや、めんどくさくなるけど大丈夫。そちらはどういう関係の社会、反社会的な方ですか。いや、違いますよ。いや、今から警察も連れてこようとしてるから大丈夫ですか。どうぞ。じゃあそれも踏まえてそのまま待ってれば。逃げるなよ、このまま家から。はい、ちゃんと準備できてるだろうな。はい、お前がやってること分かってんだろ。何をやってるんですか。いや、事業紹介を。責任者の資格も持ってねえだろ、女性関係してんのに。しかもお前、あの有料職業紹介とお前一緒だぞ、やってること。お前それ違法なの分かってやってんのか。だから出てこいよって言ってんじゃん。直接話してあげるからな。そうしたら自分たちもまずいだろ。だって別に私でも何もね、法的なことに引っかかるようなことはしてるから言ってんだ。してるから言ってんだよな。何が知ってるかどうかっていうかね、分かりませんけど。いや、有料職業紹介っていうこれ分かんないのか、それ私ね、バカで分からないんです。そうか、バカで分からねえんだな。はい、バカで分からねえのに仕事してんだな。すげえな、すげえ自信だな。
近所の方たちにも迷惑かかるけど大丈夫か、近所の方たちにもご迷惑かかるけど大丈夫か、うん、いや切ったとこで、ずっ切ったとこでちゃんと毎日来るからな、毎日来てやるからな。ということでよ、家の前いるけど、まあそのまんまもちろん住んだけど、これなんか電源切っちゃったよ、ピンポンの電源切っちゃったよ。すいません。すいません。すいません。五十嵐さん。すいません。はい。あ、すいません。はい、あの先ほどおさせていただいたんですかね。五十嵐さんいらっしゃいます？本日は不在ですけど。不在。あ、じゃあ先ほどの男性ってどこにいらっしゃいます？先ほどっていうのは誰ですか？先ほど男性が出てたんですけれども。先ほど男性が出てたんですけれども。わからないですね。だってあれ、同じお家にいらっしゃいますよね。ちょっとわからないです、先ほどの男性っていうのは。あ、わからないですか。ごめんなさいね。あ、いえいえ、あの、すいません。あの、ポストを、ポスター、一回見させていただいて、もしもし。何ですか？あの、すいません、ポスター見させていただいて、はい、連絡させていただいたんですけれども。何様ですか？はい。お名前は？いや、名前がですね、わかるかな？言ってわかりますかね？わかりますかね？ですか、あなたの名前ですよ。あ、僕ですか？名乗らずに何なんですか、何回も。どういうことですか？何がですか？インターホン何回も鳴らしますよね。あ、いや、なんで先ほどの男性ちょっと話したいなと思いまして。お聞き取りください。じゃあちょっと待ってください。ダメだよ、対応しなきゃすぐに。嫌がらせをされてるんですか？嫌がらせじゃないよ、お金の返金を求めに来てんだよ。わかりました。そしたらね、うん、あの今ね責任者おりませんので。うん、責任者お前だろ、責任者お前だろ。だからお前って誰のことを。いやいや、山田だか五十嵐だか名前がコロコロ変わってわからねえからお前って言ってやってんだよ、わかるだろう。うん、私はね先ほどから何度かお電話してます。山田ですよ。あ、今度は山田に戻ったのか、すげえなお前。勝手にしていただいて結構なんですが、うん、だ責任者がどうこうじゃねえんだよ。責任者とお話ししましてね、うん、今回特別に返金をさせていただきます、ね、当たり前だろ、それしなきゃ俺は毎日食って言ってんだよバカ野郎、気づけそのぐらいのことを。うん、失礼いたしました、うん、それであのこちらにいただいてる神田なんとかというところありますよね、うんうん、あちらの方にね、うん、月曜日経理が来ますので、うん、刑事のものにお話しして、うん、月曜日に、現金書き留めでお送りしますから。ああ、それでできんだな。それで、月曜日でしたらね、月曜日ですよ。今日何曜だ？今日土曜日でございます。ああ、じゃあ月曜日の、届くってことだな。何が届くんですか？その現金書き留めが。どこへですか？その神田に、俺の住所だよ。いや、私が言ったことをよくお話し聞いてください。はいはい。でやはりね、早がったりして勘違いされてるようですけど、月曜日に経理が来ますので、うん、月曜日にこちらから発送しますと。ああ、なるほどな。現金書き留めをね、うんうん、ただその際にですね、うん、今後は、うん、一切ということを、うん、お話、一筆書いてですね、こちらにご郵送くださいね、うん、なんだそれ。うん、あなたのような嫌がらせをされるね、人に対しては。逆にその現金紙の中に、お前らもう関わらねえっていう一筆書いてを入れとけ、ちゃんと。そしたら。ですから、強制大会をさせていただきますということで一筆入れますので、ああ、それでそちらからね、ああ、送ってくるっていうことがあったら、残りの
ですから月曜日半分送ります。半分ってどういうことだよ。ですから半分じゃねえよ、全額に決まってるだろお前。ですから私どもが現金客層に、うん、今おい話変わったじゃねえか、半分ってよ、全額って言ったら全額やれ、そしたらそれで止まるよ。そしたらそうじゃないか。じゃあ、うん、でこちらの方に一筆送っていただくことをお約束できますか。あ、できるから全額ちゃんと入れろって言ってんだよ。じゃあ全額入れましたらね、うん、ちょうどね、うん、30日ですから、うん、6日。もういいから、はい、そう、お前さ、人の子、自分たちがもらうときは都合で、ご都合主義で言いやがって、ちゃんとやれ。最後まで聞いていただけますか。お前がちゃんと聞き切るよ、だったら。うん、な、その向こうでピンポン鳴ってる時点でいるだろ、バカ野郎、お前。こちらからね、うん、お送りしますから、うん、ね、来月、11月の10日、話また変わってんの、お前。金曜日までに時間も伸ばしていた、ああさせていただいてるんですよ。ああだったらもっと、じゃあ30日送りますから31日に届くと思います。ああそしたら、11月の3日までにこちらの方に到着するように一筆書いて送ってくださいね。ああ現金耳揃えて入ってるか確認した上でな。はい、分かったよ。よろしくお願いします。ああはいよ。では失礼いたします。じゃあ撤退させればそれでいいな、この後ピンポンも、はい、返すってよ。やりましたね。あ、すげえだろ、すごいな。返金させたの俺ぐらいじゃないか。初めてじゃん、多分日本初だろこれ返金させたの。まあこれが結論だよ。そうですね、詐欺者許さねえ。本当ですね。まあそういうところで、はい、皆さんの注意喚起になるかもどうかも含めて、あんまりこれが悪質であればさらに晒す可能性になっちゃう可能性もあるけど。そうですね。まあでもそこはどこで止めるかはちょっとその本当に帰ってきたところまで一応取り切るか。そうですね。現金かけとめんで送るって言うから、どうせそれも送らなそうですけどね。ああもし来なかったら徹底的に来るから。またそうですね。ああでもこれだけ迷惑かかってりゃ来るだろう。来ます、ね、火曜日には来るって言ってるから、はい、それ守れなきゃ行くから、またまた行きましょう。来るよ、はい、じゃあな。おし、野さんお疲れ様です。おい、お疲れ様。はいはい、何すかそれ。これ、え、帰ってきました。おおってことはじゃああれなんか、あれいくらって言ってたん、あれっすよね、3万2800円くらいかな。なるほどなるほど、うん、が一応帰ってきたというか、一応現金かけ止めが、まああのね、続編で見てくれたのと、はい、この前取り立て行ったでしょ。行きました。で、まあ返してもらうよと、はい、当たり前だろこの野郎って話をして、で、まあこれ現在かからないくれっていう、なんかそういうこともまあなんか一筆ねかけみたいなことしたけど、かかわけねえけどさ。中村さんがね、なんか逆に俺がなんか詐欺集団になっちゃってたけどさなんか俺がなんかあっちがなんか俺を逆に被害者ぶり始めちゃったんだけどそうですね、なんかね、俺が取り立ててる人みたいになっちゃったけど、はい、まあね、よっぽど嫌だったんだろうな。まあそうでしょうね、うん、だちょっと実際本当に帰ってきたかをちょっと確認したいと思います。はい、いやすごいぞこれ、疲れてるからね、ちゃんとね、うん、ハンコの名前、ハンコの名前なんですか。ちなみにハンコ、長野って書いてある。誰だよ、初めて聞いたぞそんな名前ちょっと実際開けてみたいと思います。ちゃんと帰ってきたよな。これで中入ってなかったら行くけどな、また今日行きます。うん、それではまず金額の確認から行ってみたいと思います。はい、ザザン、はい、ザザン、ザザザン、なんか、え、いや、3万、はい、まず3万2千、2千、はい、はい、細かいのは3万2千500500、600、700、780、耳揃えて。わあよかったな、帰ってきたよちゃんと。最初半分返しって言い始めたからな、あいつ。そうですよ、うん、半分返すから、でこの制約を入ってる、やっぱりなんだよ、畜生、このふざけやがって。この宛先ね、これ出しちゃっていいんです。あ、まあまあいいんじゃないですか、もう、うん、これ切符も切って入ってるから、これまた使おうかな、ちょっとね、これ切って、94円分もこっちは回収プラスだから。プラスだ、94円プラス、すごいな、切手の94円プラス、はい、プラスになった、プラスになった。はい、来た。はい、来ました。はい、来ましたよ。見せちゃっていい。どうぞどうぞ。今回ライセンスにお支払いした3万2780円全額返金を受け取りました。今後ライセンスと一切関わりはいたしませんことを署名を持ってお約束します。日付、やかましいわ、やかましいわ。今回のライセンス支払いしました、ご捺印くださいと。
はい、もう関わらないでくれっていう書類も届きました。ふざけんなよマジでよ、関わるわけねえだろ畜生が。まあそうだね、これでまあこの今回のね、はい、約2週間だったんだ、ちょうど長かったですね。2週間前にこの、あのポスターから応募して、はい、で代引きが届いて、で3万いくらを払って、でそこから連絡もなく、はい、でやってきたかと思えば上から目線でああでもないこうでもないと、まだお会いしたばかりだからそんな電話ぐらいしかまだ今はできませんみたいな、はい、はぐらかして会う気もねえのに、しかもそのかけてくる人間は家族ぐるみのような構成で、おじさん、おばさん、娘みたいなのが手を変え品を変え電話入れ替わり立ち替わり、しかも番号は俺が確認できただけでも7つぐらいの番号からかかってきました。うわ、はい、であらゆる携帯持ってるんだろうな、通称飛ばしの携帯、はいはいはい、うん、でまあこれ概要載せればちょっと分かんないけど、まあそういうネットにもニュースがもうすでに出て、ネット上でも注意喚起のサイトも上がってたりして、はい、この番号こういう、その中にもこの名称もちろん入ってるし、はい、出てきてた五十嵐勉って名前もやっぱ入ってるし、はい、でまあその辺も含めてね、まあ明らかに詐欺だったという。本当ですね、まあ、ギリギリのラインだよねこれは。でも、うん、まあ返金してるから一応詐欺にはならないですかね。あ、まあそうだね、詐欺というか、まあそうだね、デート商法というか、結局仕事を斡旋するっていう体で募集をかけて、その募集者にお金を払わして、はい、それがまるで色恋というか恋愛に発展するみたいな、うん、ちょっとそういう部分を男性が食いつきそうなところをでも商品にしてるから、はい、まあ、ある意味それはちょっと大きな間違いで、で会えるわけもないし、ね、そうですね、くれぐれも1回ぐらい会えるかもなんて思わない方がいいと思う。そうですね、まず会わせることはしないし、もし会えるとしたらそこのスタッフの電話先の女性スタッフがはぐらかしに会いに来てくれるかどうかといったところが、まあ可能性としてはあるかなといったところですかね。なるほどな、はい、でもこうやってお金は一応回収できてるけども、これはあくまで多分日本で俺だけじゃねえかな、これかもしれないですね。まあ通称ほらみんながさ逆出た逆請求ってよく言うから、はい、まあ、本当に実はねこれまでの動画でも逆請求して本当に取りに行くこともあったし、まあ、結構センシティブで危ない部分が本当に伴うんで、真似されても困るからその続編をしなかったっていうのはあったんだけど、はい、やっぱりここまで皆さんからの、ね、被害とか、相談だとか、コメント DM なんかをいただいて、じゃあ1回だけこういうのちょっと見せるよと、俺がここできるよってところを、まあ、こういうこともできるよっていうのを一応お見せしたけど、あくまでこれは危険が伴います、はい、あくまでこの方たちは最終的に返金という形で俺に対しての対応をしたけども、まあもちろん怖い人たちが出てくるかもっていうこともあるし、ましてや俺たちは全てのやり取りを動画として収めてるから、はい、これもある意味の証拠としての武器が俺もあったからできたことで、皆さんがはいやってみようって言って電話で言った言わないを後々言われたら、あっちは本当慣れてますしプロだから、はい、あれそんなこと言ってないですよって平気で言ってくるし、言ったことに対して、ね、うんうん、でいやあなたの実力が悪いんですよとか、こっちがまるで悪いかのようなマウントを取るプロだから、はい、それに対してまあ俺はね、俺のまだ得意の逆請求って形 で、ね、また逆に逆転するみたいなことをやり合って、ようやくこの形、あっちももう迷惑だったと思うし、また来られても困るだろうし、そうですね、そう、ただここはたどり着けたからこそできたことであって、普通はたどり着けないことも多いです。なんかその一時の悪ふざけで真似するようなことはやめてほしいですね。あ、ぜひやめてもらいたいですね、はい、本当に危険が伴う。だからやるなら覚悟を持って、まあ、覚悟を持ってやるなら本当に被害者というスタンスというかね、理論と証拠があるんであればやればいいと思うし、はい、俺は確実に勝てる自信があったから、まあ、バン中村特別な訓練を受けてますから、ね、まあそうですね、特別な訓練を受けてないけどな。え、特別な経験を経てることは確かにあるけど、訓練は受けてない。訓練は受けてないまるで軍隊かな。違うか、まあ、それはねえよ、はい、だけど、まあ、こうやって見ての通り耳を揃えて返金していただいて、はい、まあ、こうやって誓約書を書いてくれというところまであっちはもう本当に迷惑だったと思います。はい、なんかちょっと被害者と加害者が逆転したような状況の方が、ね、なってしまいましたけど、まあ、でも今回一応94円プラスということで。そうだね、おめでとうございます。プラス、そうですね、赤字ではないです。94円プラス。すごいな。ただよ、俺たち何回も電話したり、はい、何回も行ったじゃん。そうですよ。だからやっぱあれのガソリン代とか確かに高速乗ってるお金するとかマイナスマイナスだ。マイナス約、そうだな、1万円いくかいかないかぐらいのマイナスは。ふざけんなよ。そうですけど、はい、まあでもそこも含めてね、ただ注意喚起って意味で本当にこんなの会えるわけねえよってことを、はい、
街角でそういうポスター見かけてもそんな誘惑に乗らないようにっていう意味での動画とさせてもらいました。いやお疲れ様でした。そうだね、いいエンディングになるかなこれで。まあこれでもうちゃんちゃんですね。そうだね、得意の。ただ今後もねこういう成敗系きっと俺は取ることはあると思うんだけど、はい、やっぱここまで追いかけるのはあまり良くないと思ってて。そうですね、うん、まず引っかからなきゃいい話だから、はい、っていうことをまず前提ということで、あのこの動画見ていただけてたら幸いです。はい、はい、というわけでね、今回の街角で見かけるあのポスター実際はいかにというね編で、ちょっと長編になってしまったんだけど、はい、ただ全部お見せすることで、まあ、嘘ではないとかリアリティってものを見てもらいたくてやらせてもらったんで、はい、ぜひ今後もね中村 TV、楽しんでご覧いただけたらと思います、はい、それではまた。皆さん、この度、ブレイキングダウン10、バン中村試合が決まりました。今回の試合は、俺の引退をかけた試合になると思います。これまで、5、6、7、8とね、いろいろこう皆さんに応援していただいた中でもしかしたら最後の試合になるかもしれません。よろしかったら、バン中村と戦っていただけるスポンサーさんを募集させてもらいたいと思います。ぜひ応援の方よろしくお願いします。バン中村カムバイヒア、ニューシングル11月25日オンセール。